内海竹の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹尾内科クリニック、河原特この診療所、院長内海竹尾と申します。この放送では、医療にまつわるちょっと役立つ小話を、毎朝5時50分、20分程度で配信しています。また毎朝5時5分からライブやっていて、公開生収録や皆さんからご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、 え今週1週間はですね、えー、昨日12月1日が世界エイズデーということで、えー、ちょっと性感染症にするか、ちょっと感染症にするか、まだ最終決めてないんですけれども、まあ、でも今日は性感染症のお話をさせていただこうと思っております。あ今日明日ですね、今日は明日2回シリーズで、ちょっと前編後編で、資料がね、32ページもある資料なんで、えー、今日前編、明日後編みたいな感じで、えー、興味津々資料ということで、2日にわたってお送りしたいと思います。 はいでえー、今日ご紹介する資料はですね、これ非常にいい資料だったんですけれども、東京都の福祉保健局。なんか前もね、ここから出てる資料でいい資料があったと思うんですけれども、そこから、えー、昨年の2月だったかな、結構ね、最近出た、あ、そうですね、昨年の2月に出た、えー、資料で、えー、タイトルが性感染症でどんな病気っていうですね、まあ、どんぴしなんですけれども、はい、っていう資料がありましたんで、これをご紹介していきたいと思います。 はい。で、まず2ページ目が目次になっておりまして、えーと、まず特集ですね。梅毒が増えていますっていうことで、これね、ものすごい問題になってるんですよね。はい。っていうのから始まり、えー、パート1が性感染症ってどんな病気パート2が、あー、それぞれの病気について。で、パート3が、えー、保健所の性感染症検査について、パート4が、あー、東京都、 福祉保健局かららのお知らせといいうことになっていて、えー、ちょっとサインをまばさせていただいて、えっと、今日がパート1、明日がパート2の格論の部分ですね。今日が総論、明日が格論みたいな感じでお話しさせていただこうと思います。だから今日は11ページまでから、はい、を一緒に見ていきたいと思います。 はい、といととうことで、あ、ただですね、特集はちょっと今日やるんですけれども、特集のところでですね、この梅毒が増えていますということで、えー、グラフがですね、2つ出てますけれども、上が、えー、と梅,毒あ梅毒性別患者報告数推移ですかね、はい、っていうのが出ておりまして、えー、一旦ですね、この2016、17年ぐらいで多くなったのが、少し2020年にかけて、 減っていたんですけれども、そっからね、2021年、2022年にかけて、もう明らかに爆増みたいな感じで、これ実はね、統計出ていて、さらにね、増えてきてるっていうデータも出ていて、えー、まあ、このデータは2022年までしか出てないんですけれども、非常にもう急激に増えているっていうのは、これ多分東京都だけではなくてね、どこもトレンドになってるんじゃないかなというふうに思います。で、特にですね、えー、っと、男女でね、ちょっとその年齢の構成の、 大違いがありまして、えー、この下のグラフですね、えー、東京都における梅毒性別、年齢別、患者累積報告数っていうやつですけれども、男性はですね、こう20代から50代ぐらいまで、えー、こうなんていうんですか、幅広く分布があるんですけれども、女性に関しては、もう圧倒的に20歳代、20代の女性が増えているっていうことで。 あの増えてててるっっいう感じになっております、はいでえー、その下にですね、ちょっと米印で書いてますけれども、女性はあ異性との性行為、セックスで感染が増えていますっていうのに対して、ですね男性は、えー、と同性の性行為ですね、これあの、別に梅毒に限らずなんですけれども、男性の性感染症ってね、この同性との性行為で、ねえー、起こることって結構あったんですけれども、今は異性の性行為による感染も増えていますということで、これ、非常に問題になっています。 で、えっ、ー、と、また明日はね、ちょっと詳しくは梅毒に関してお話しますけれども、その次のページですね。えっ、ー、と、ページで行くと2ページ目になりますかね。PDF で言うと6ページ目ですけれども、まあ、梅毒ってね、非常に難しい感染なんですよね、実は。はい。で、特に一番難しいのは、この、えっ、ー、と、2番目、3番目ですね。あ、1番っていうか2、はい、2番目、3番目が難しくって、えー、感染してもですね、この症状がない期間っていうのがあるんですよね。で、えー、痛みは、 かゆみがないこともあるっていうふうに書いてありますけれども、こういう、あの、今写真になってますけれども、こういうふうな、あ皮膚のね、こう、ブツブツが出ていればね、なんかこれおかしいなって思うと思うんですけれども、これがね、なくなってしまうこともあるんですよね。えー、ですし、ただ、なくなっていてもですね、この、その下ですね、症状がなくても感染するって書いてあるように、えっ、ー、と、その病原、はい、梅毒の病、 原体っていうのがあるんですけど、梅毒、トレポネネマっていうのがあるんですけど、これ自体はね、体の中に居続けるんで、なので、人に移してしまうっていうことなんですね。だから、非常にね、厄介な病気なんですね。これ検査しないと分からないっていうことになってしまうんで、その症状がないときはですね。はい。っていう感じになってきます。まあ、詳しくはまたちょっと明日お話しますけれども、なので、ちょっとこの梅毒に関してはね、本当に注意っていうふうに言われています。はい。ということで、ちょっと、あの、特集が長くなりましたけれども、パート1から、えー、 やっていきたいと思いますけれども、性感染症ってどんな病気っていうことで、えー、まずはそもそも感染症とはっていうことで、まあこれはいいですよね。まあコロナでね、この感染症とはとか、感染の仕方とかっていうのはね、もうだいぶ聞いたと思うんですけれども、まあ特にこの感染の仕方3つありますよっていうことで、接触感染、飛沫感染、空気感染ですね。飛沫核感染とも言いますけれども、はい、こういう3つがあって、えー、ただこの性感染症は、あこの性行為による、性、 えっと、接触で感染しますっていうことで、まあ、ほとんどが接触感染っていうことになっております。で、えー、その次のページ行っていただくとお、5ページ目ですかね、性感染症って何っていうことで、まあ、昨日もね、ちらっと触れましたけれどもお、この性行為によって起こってくる感染、感染する病気を総称して、えー、STI というふうに言いますということになっております。はい。昔はね、これ STD って言ってたんですけど、最近はね、STI っていう、あの、 ディズイズではなくて、ディズイズではなくて、インフェクションズっていうふうに言うことが、まあ最近、あの、多いかなというふうに思います。まあ、ここでも STI って書いてありますよね。はい。っていう感じになっております。で、えー、まあ先ほど言ったようにですね、性感染症の感染ですね、は、まあ、性行為によって感染するっていうことで、えー、その性行為にもですね、このお5ページ目の下に書いてありますけれども、いろんな性行為の あれがあって、えー、の成功、あと口腔の成功ですね、えー、肛門の成功みたいなので、えー、あるっていうことになっています。で、えー、っと、続いてが6ページ目ですね。性感染症はどうして広がるのっていうことで、まあ、これはね、あの、性行為。 をう、行うかっていう、それに尽きるんですけれども、はい。ただ、たった一度の性行為でも性感染症に関節する可能性がありますっていう風なものと、あとは先ほどの梅毒の話もそうですけれども、まあ、HIV とかもそうですけどね、えー、性感染症には無症状のものがありますっていうことで、はい。これがね、非常に厄介なところですよね。はい。 で、あとは、えっ、ー、と、性感染症は赤ちゃんにも感染しますっていうことで、まあこれ、あの、必ずね、検診でもチェックされますけれども、あの、梅毒、クラミジア HIV とかですね、あの、これは母子感染っていう、ちょっと先ほど言っていなかった、その、垂直感染っていうのもあるんですよね。だから、あの、この母子感染を予防するためにも、この性感染症をね、いかに早く見つけるかっていうのは非常に重要になってきます。はい。で、えー、次のページ。 7ページ目に行っていただくと、知らずに放っておくとっていうことで、えー、性感染症は感染しても自覚症状はないことがあります。しかし、体の中では病気は進行しますっていうことで、これも非常に難しいんですよね。えー、っと、症状が重くなることがありますっていうことで、えー、治療しないでいると骨盤内炎や肝臭炎など重症化することはありますっていうことで、これはね、あの、 はい性感染症ってね、結構ね、産婦人科とか泌尿器科だけで見てるというふうに思われがちですけれども、実はね、内科医もかなり見ていて、えー、なんか原因不明の腹膜炎とかですね、肝臭炎みたいなので、えー、実は STI、性感染症だったみたいなもの、結構ありますし、あとは HIV の治療ですね、これはね、多くの場合、内科医がやってることが多いんで、はい、っていう感じですよね。 で、あとは性感染症は不妊症の原因になりますっていうのもありますので、本当にね、この、えっ、ー、と、真ん中やや下に書いてありますけれども、性感染症は早期発見、早期治療が大切。まあ、これ非常に重要ですね。はい。HIV もその通りです。あの、早期治療が非常に大事なんで、はい。で、えっ、ー、と、あ、で、その下、不安を抱えているなら、えー、医療機関を受診しましょう。もしくは、保健所。 で、検査を受けましょうっていうことになってますね。まあ、これ詳しくは、あの、パート3のところに書いてありますね。はい。で、えー、っと、8ページ目ですね。まあ、実際に、えー、っと、性感染症をどういうふうにチェックするかっていうと、もう検査でね、わかるんですよね。まあ、検査の種類はね、ちょっといくつかあって、まあ、これ明日以降またお話しますけれども、あ,あの、まあ、検査すればわかるっていう症状がなくてもですね、その、体の中にいればわかるっていう感じなんで、はい。っていうことと、あとは定期的に性感染症の検査を受けましょうっていうのが書いてます。 はい。で、じゃあ、えー、あなたが性感染症に感染したらっていうことで、えー、ただ、性感染症はね、早期、まあ、先ほども出てきたように、早期発見、早期治療が大切っていうことで、治療できるんですよね。これがね、あの、あんまり知られてないかもしれないんですけれども、まあ、今ね、ちょっと治療がね、難しい性感染症も出てきてはいるんですけれども、でも、それでもね、あの、治療できます。はい。なので、えー、 まあここに書いてある通りですけれどもね、早めに治療あ、きちんと治療すれば治りますっていうことで、これはね、確実に治る病気なんで、あの、はい、ま、まずは医療機関で診をっていうことですね。で、あともう一つね、大事なことが、この、えー、パートナーも検査をして、まあ、もし、あの、性感染症が感染してるっていうことであれば、あ治療、パートナーも一緒に治療するっていうことですね。これがね、非常に大事ですね。はい。です。はい。 えー、あで、最後にですね、どうすれば予防できるのっていうことで、ノーセックス、セーフセックス、セーファーセックスっていうのが書いてますね。まあもちろんね、この性行為によって感染していくんで、性行為をそもそもしないっていうことですね。まあこれは当然予防になりますけれども、そういう行為をする場合もですね、この安全なセックス、より安全なセックスっていうことで、今度も正しく使う方法っていうことで書いてあったりしますね。はい。 で、えー、っと、あ、あとはちょっと時間的にもう無理なんですけれども、10ページ目、11ページ目が Q&A になっているので、これまたね、ご覧いただけたらな、というふうに思います。はい。ということで、明日はですね、このパートに、それぞれの病気でついていっていうことの格論部分をやっていきたいと思いますので、ぜひ明日もお聞きください。はい。それでは、最後、シンシじゃんけんいきたいと思います。いきますよ。シンシじゃんけん、じゃんけん。 ということで、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内海の竹でした。興味津々。